石橋正氏は、日本の政治家、前中老出身、日本社会党書記長、副委員長、委員長を歴任した。台湾出身。台湾省警省に、台湾総督管理、石橋正八郎の長男として生まれる。台北一中を経て、台北高等商業学校に進学する。しかし、太平洋戦争の戦況が悪化すると、学生の徴兵猶予制度は廃止され、石橋も1944年に高等商業学校を繰り上げ卒業させられ、軍隊に編入された。その後、熊本陸軍予備士官学校に入学し、1945年に見習い士官となった時に終戦を迎えた。1946年、仕事を求めて長崎県の佐世保市に出た石橋は、同郷の人物の紹介で、進駐軍のための勤労奉仕隊の一員となった。現地の労働者の中で最も学歴の高かった石橋はやがて労働者の代表とみなされるようになり、21歳で社官に選ばれた。1947年には基地内に労働組合を結成し、その書記長となった。1951年に長崎県議会議員に当選。社会党分裂後は、左派社会党に属し、1955年に旧長崎2区から立候補して衆議院議員に当選した。党内では和田弘派に属した。その後、石橋は防衛問題で頭角を現し、1960年の日米安保条約の改定に際しては、岸信介首相を追い詰め、黒田俊夫らと共に安保五人男と称された。1966年、石橋は社会党の後の党是になる非武装中立論を提唱し、自衛隊を国民警察隊に改組し、全身的に縮小して非武装中立を実現するという石橋構想を発表した。結党直後、社会党内には軍備や自衛権を認め、憲法9条を改正すべきという声も多く、私が党内で最初に非武装中立と言った時には、袋叩きにあったと、石橋は述懐している。後に非武装中立は社会党の政策へと取り入れられたが、口述する意見合法論を打ち出した時には、即時に自衛隊をなくすべきだという党内の一部から、一時的にせよ自衛隊の存在を認めることになるという批判が上がった。ただ1980年には、社会党機関支局から一冊の本、非武装中立論として出版され、30万部のベストセラーとなった。この本は英語、ロシア語、ドイツ語、フランス語、モンゴル語、ラオス語にも翻訳された。非武装中立論はその後長く絶版になっていたが、2006年9月、明石書店より大塚英治の解説付きで復刻された。ただし、この復刻に社会民主党は関係していない。1970年の第34回定期大会で書記長に選出される。以後、7年間にわたって成田智美委員長とコンビを組み、社会党を支えた。石橋は経費の節約による財政再建を進める一方、文書の言葉を日常使われる言葉に直させたり、党員に対して日常活動を進めるなど、長期低落に陥った党の再建に全力を注いだ。その結果、一時的に党勢は上向いたが、党員の体質を根本的に変えることはできなかった。1977年、参院選で社会党が敗北すると、成田委員長と共に書記長を辞任する。飛方和夫委員長の下で副委員長となるが、飛方が書記長に若手の馬場昇を抜擢したことに抗議して、副委員長を辞任した。1983年、参院選で社会党が敗北すると、飛方委員長が辞任し、後任の中央執行委員長となった。石橋は内閣総理大臣中曽根康弘を相手に非武装中立論を世界に広めるべきという論争を仕掛け、社会党の存在をアピールする一方、公明党、民社党といった中道政党との連携、すなわち社公民路線を進めた。自衛隊に関しても意見合法論を打ち出し、将来は自衛隊をなくし非武装にするという原則は守りつつ、当面は自衛隊の存在を直視する土台を作ろうとした。違憲なのに合法というのは矛盾していると、党内外から批判されたが、石破氏は最高裁判所は一票の格差が大きすぎて違憲と判決した選挙結果を合法と認めているという例を持ち出し、党大会で違憲法的存在と修正した上で認められた。1986年には日本社会党の新宣言を採択させ、1964年以来のプロレタリア独裁を目指したマルクス・レーニン主義に基づく日本における社会主義への道を歴史的文書として棚上げし、西欧型の社会民主主義政党へと社会党を脱皮させようとした。社会党は与党に対し対案を提示することは資本主義社会の是認につながるとして止めてしまっていた。石破氏の目的は社会党を何でも反対することを自己のアイデンティティとする政党ではなく、また共産党を含めた全野党共闘路線とも違い、自民党との政権交代可能な政党へと脱皮させることにあった。西欧の社会民主主義政党は外交や安全保障など国家の基本政策では保守と一致しつつ、生活に根ざした政策の細部で競うという現実路線をとっていたが、石破氏の社公民路線もその路線を進む第一歩になり得るものだった。だが、現実的で国民を引きつける政策を提示することができず、一方で表面では自民党と激突しているように見えても、その裏では自民党と国体政治でつながっているのが実態だった。また地方選挙では、自公民に社会党も加わった相乗り体制を形成することとなった。このように現実的な政策を提示できない政策立案能力のなさや、マルクス・レーニン主義を一掃できなかったこと、北朝鮮との蜜月、非武装中立への固執を続けたことなどが有権者の社会党離れ、無党派層の形成へとつながり、日本政治の閉塞状態を打ち破るのに、有権者は社会党ではなく自民党内の改革派に期待するようになっていった。皮肉にも1986年6月の衆院選で社会党は86議席と惨敗し、石破氏は委員長を退任することになる。その後、後継の土井隆子委員長に対して中道政党との連携を強めるよう進言し、土井もこの路線を基本的には継承したが、党内の左派や市民活動派には公民への反発もあった。ただ、消費税問題などでは、ダメなものはダメと妥協しない姿勢が一時的に幅広い支持を集めもした。土井は1990年の次期総選挙で180人を擁立すべく石破氏にも協力を求めた。しかし、石破氏は他の野党との信頼関係を損なうと反発して協力を拒否。1990年、土井に対する抗議の意味を込めて政界から引退した。同年の総選挙の社会党の候補者は149人で、その他に社会党も推薦に加わった連合系候補もいた。社公民と社民連を合わせた公認候補は257人と過半数、ギリギリだったが、連合系など野党系無所属が35人程度いた。一方、自民党は公認だけで338人と社公民、社民連を圧倒していた。引退後は回想録などを執筆。1994年、叙勲の打診が総理府奨勲局からあったが、これを辞退。以後も10年にわたり、毎年ある打診を断り通した。1964年からの生存者叙勲復活にあたっては、当時の内閣総理大臣、池田勇人を相手に、国会で断固反対の論陣を張った。2019年12月9日、老衰のため、福岡市内にある入院先の病院で死去。95歳没。上田正明他監修、三省堂編集書編、コンサイス日本人名辞典第5版三省堂、2009年、104ページ。栗原俊夫、勲章知られざる素顔、165ページ。元社会党委員長の石橋正史さん死去安保国会で、政府追及。朝日新聞デジタル。2019年12月15日閲覧。元社会党委員長の石橋正史氏、市況現実性時重視した路線推進から共同通信2019年12月13日、非武装中立論、石橋正史、元社会党委員長、死去95歳中曽根元首相らと論戦毎日、新聞2019年12月13日日本放送協会、旧社会党の石橋正史元委員長が死去。NHK ニュース。2019年12月13日閲覧。ありがとうございます。